コミのインスタから来たよ。だってありがとうございます。コミちゃん、こんばんは。実家の近くだって。すごい、ね、茨城です。トムはお風呂かサッフォに電話中なのって。何その状況。ご飯だって。遅いね。スタジオ見てます。ロバートさんのてんてんてんって話すやつ。はあ、懐かしい。テレビ見てる時の私はこんな感じですよ。いつも一人でいる時も、一人で部屋で見てる時もこんな感じです。いつもテレビ見てる時は。いやでもこんなに笑わないかもしれない。ちょっとこのロバートさんがちょっとやっぱ面白すぎる。あとなんか懐かしいネタでちょっと面白い。あ、では自己紹介タイムいきます。せーの、デコポンスッポン思い切りピーポーン。あー、うん、
ガオ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 バッバッ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、本当に面白い。面白いロバートさん、やっぱ面白いですね。芸人さんって本当にずっと見てられる、ずっと見てられる。うん。でも本当面白い時はもうずっとこんな感じで笑ってます。スタジオ見てる方いないですか？すごいですね。もうなんか笑っちゃう。一回ツボに入るともう笑っちゃう。面白いですもう子役やばい。あ、面白い。皆さん今日はどんな一日でしたか？明日は全国握手会で名古屋です。イオンモールなので、いつもと違う会場なんですけど、なんかさ、写真見せてもらったらすごいね、いい感じのところでした。だから明日よろしくお願いします。懐かしい版画。懐かしい版画、懐かしい。遅いですね、ちょっと。
はあ、こんばんは、こんばんは。はあ、ちょっと面白すぎるわ。ちょっと音を小さくしよう。イオンも駐車場が広いだって。そうですよね、駐車場開かないと。うん、ああ面白い。ちょっと笑ったな。結構家にいるときは笑うときは結構声に出して笑います。ハッハッハッとかとかハッハッハッとかすごい笑います。うん、やっぱね芸人さんって本当に面白いです。テレビでバラエティが一番好きなんですよ、自分が話すとかじゃなくて見るのが。うん、一番好きなんですよ。でもトーク番組も好きだけど、一番好きなのはもうネタ番組が一番好きです。あの芸人さんがひたすらどん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 ネタを披露していく番組が一番好き。ね、終わっちゃった。ありがとうございました。かわいさわ、いや本当に面白いわ。好きな芸人、もうなんかそのこと自体が好きだから、誰とかじゃなくてずっと、そうだ、そうだからお正月とかずっと見てたもんね昔。うん、録画したら、一回録画したらそれもう何回も楽しめるから、ずっと見て家族に、また見てんの、もういいよって言って、また見てんのってすごい怒られた。それでもうなんかやっぱニューっていうあれがついてないと、3回見たってことはってことで消されちゃうんですよね録画で。なんで消したのってなるわけじゃないですか。もうそんな言い方はしないけど、なんで消したのってなって、だって見てたでしょ、まだ3回しか見てないよ。いや3回も見ただろう、3回しか見てないって泣いたことありました、ちっちゃい時。うん、そう泣いてた、まだ3回しか見てないのに。ちっちゃい時すごい泣いてた。困っちゃうよねお母さんも。うん、終わっちゃった。寂しい。あと30分見たかった。うん。漫才とコントですか？どっちも好きです。どっちも好き。でもコントの方が好きかもしれない。うん、コントの方が好きです。うん、もうこんHa ha ha.
はあ、面白かった。いや本当にね、私お笑い番組見てたらね、多分ずっとこんな感じですっごい笑ってるの。でもわかんない、あのさ、よくさ転がしたらさ、転がしたりさ、なんかこうポンってやったらさ、泣く人形とかあるじゃないですか、とか笑い袋みたいな、なんかそういう感じで笑っちゃうかもしれない。見てる人なんかこの人すごい笑ってんなって、うん、すっごい笑っちゃいますよ。いや本当本当面白いのって大好き。自分が面白くないからやっぱね、面白いな見てるとね、もうね笑いが止まらないよね。うん、ツボは浅いと思いますよ多分。なんか面白そうでもう笑える、だからこう、あ、このあと面白いことが起きるんだろうなっていう空気感でも笑える。ハハハ、そうそうそう、うん、初見ポーズ、いや本当面白い。エルモだよ。かわいい。子供がご飯食べてた。うん。いや本当お笑い番組大好き。だからツタヤで、昔からツタヤで借りるのは一番多かったのはお笑い番組とか、あの笑う、なんだっけ、犬のやつ、あと水獣とか跳ねるの扉とか、そうとかドラマとか映画でね、そっちのすごい借りて一人で笑ってたんですよね。うん。うん、本当面白い。お腹痛い。笑ったから。あとあれ、あ、なんだっけ、あ、忘れちゃった名前、忘れちゃった、うん。水中ね、水中すごい好きだったんですよ。うん、笑いな、懐かっぴー、ライフ大好きですよ、 NHK なんで。NHK なんで大好きです。明日は全国握手会名古屋です、楽しみです。私はね、メンバーに、ファンの方に会うのも楽しみだし、メンバーに会うのが楽しみです。みんな真面目にやってたから、なんか久しぶりではないけど、なんかね楽しみです、会えるの。はい、10秒前、9、8、7、とーライフ大好きですよ。ゆかるん元気かな、ゆかるん元気かな、うん、ゆかるん元気でありますように。うん、面白い。ゆかるん元気かな、
よくあるハンピネスかな。でもよくあるに会うとね、本当にね嬉しいよ。うん、元気そうかな。ゆかるんに会うの楽しみにしてますよ、私は。とてもとても。だって私は、ゆかるんが好きだから。イエーイ、届けこの思い。届けこの I love you。 またポキってなった。届けこの気持ち、このハッシュタグ好きなんだ。トムさんも好きなんだ。ハッシュタグ、ハッシュタグ、みんな好きなんだ。届くかな。はい、酔ってるって。酔ってないですよ。お酒飲んでないですよ、誕生日以来。誕生日以来一滴も飲んでないですね。うん、なんかタイミングがないんですよね。なんか誕生日だから、あーでもやっぱ飲まないといけないかなと思って飲んだけど、それ以来飲んでないですね。うん。酔ってないですよ。お酒、お酒飲めないから酔わないです。うん。だから違うんです。そうだから誕生日以来はね、匂い嗅いだだけ。うん。そんなにテンション高かった、私。いやだから面白いテレビ見てるときあんな感じなんですって。うん。だから酔ってるとかじゃなくてノーマル、むしろ抑えめ、むしろ抑えめ。もっと笑ってたけど、もうなんか呼吸困難みたいになっちゃうんですよ。そう、うん、うん、だからね、いつもより高いというよりも、いつもより抑えめ、笑ってる感じ。もっとすごいですよ、お家で笑うとき。もうなんかおかしい。うん、笑いすぎて。うるさいですよ、だから多分。
その面白いものを見るっていう配信みたいのをやったらすごいですよ。うるさいうるさい、もうずっと笑ってると思う。うん、もうなんかなんてっていう感じだけど、もうガハガハ笑うよ。結構ガハガハ系ですよ。それかあの声出なくなる系です。あの なんか表現できないけど、笑っててあは息してるのみたいな笑いになります、面白い時で。ってなるってなる。そう、作法は引き笑いですね。トムはガハハ系です。あ、ネタバレ。うん、そうそうそう。うん、でテレビ見たい気持ちは山々なんですけど、明日の練習をしてから寝まーす。うん、ゆかるんはえへへへへ、うん、ゆかるんがすっごい笑いに入ってるとこ見たことないな。笑うのかな。いや笑うんだけど、そのガハハハハハっていうのはあんま見たことない。うんうんとかって感じ。うん、あ、ネタパレ始まった。もう、ああネタパレ始まっちゃったよ。もうやめてくれよ、また笑っちゃうじゃん。今何時だろう。何時ですかね、今ちょっと見えない見えない。あ、40分なって、ありがとうございます。練習はちょっと夜行性なのでね、まだまだ私の時間はたっぷりある。そう、こういう番組大好きなんですよ。もう埋めていけろ、大好きこういうの。あ、ちょっと。初めて見た。
明日早いです、明日早いです。そうなんです。終わっちゃった、終わっちゃったよ。ちゃんと寝ますよ。なんや。やばい。面白そう。
男女ですね。うん、絶対面白いじゃん。髪サラサラ。あるある。面白かった。皆さんがね、私が笑ってる姿を見てなんとなくつられて笑ってくれたらいいなと思います。それではそろそろまとめたタイムです。ありがとうございます。ではランキング読みます。1位くやたかさん、2位ななぺこさん、3位ふたご座はっしーさん、4位あっくんさん、5位ごぼてうどんさん、6位まねほしまねほしみままおんさん、7位いけみんさん、8位ケロカエルアットマークマイスイートエンジェルさん、9位ココポンさん、10位トムポンリーホリックさん、11位ヨシキさん、12位ワタポンさん、13位コママさん、そして今日の気になるアバターワーほゆー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 ヘッポコさんのなんかクマちゃんでした。ということで皆さん本日もありがとうございました。明日は名古屋で全国握手会です。来られる方はよろしくお願いします。待ってますね。初めての会場なのでどんな感じなのかドキドキです。ということで皆さんありがとうございました。解散、おやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさーい。バイバーイ。ありがとうございました。明日も一日頑張っていきましょう。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。おやすみゆ。あ、違う。おやすみ。ゆぼん。おやすみ。ゆぼん。ゆぼん。バイバーイ。ありがとうございました。